喧嘩してる人も見ると悲しくなります。まあ私もしちゃうんですが、ですよね。いや、さっきまでしてたしね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンション見てこう。じゃあ最近ね、子供が生まれてないけんね、前までめちゃくちゃ始めてすぐにさ、電話が鳴りまくりよったのがもうすでに懐かしいんやけど。はい、はつりちゃん入ります。遊んでください。遊びましょう、遊びましょう。一人で絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな。はい、スタート。一人ね。寂しく。ガラスの靴です。トリュフです。シュウヤです。これ一人のやつもさ、お好み焼きです。ノーミスでいけたりするんかな。トリュフです。めちゃくちゃ運よね。トリュフです。あたり。うわ、もうあとハート2つしかないんやけど。ネムです。いや、でももうここからは全部出たんじゃない。クイーンです。全部は出てないか。ガラスの靴です。うわ、待って、クリアしたいね。ガラスの靴。あたり。でも、あ、次こそもう出たんじゃない。全部。待って、どこだったかしら。ここ。お好み焼きです。お好み焼きだった。え、あれか、トリュフの間か。出たよね、シュウヤさん。残念でしたね。ま、くそー。ぜひぜひ。だからトイレットペーパーをもらいました。ありがとう。ちょっと私の夫の話も聞いてくれませんか。なんでしょう、のろけでしょうか。聞きましょう。兄貴って力持ちで健康で料理も得意なんです。これってさ、人によって話って違う。一緒。私で何でも知っていて、目鼻立ちが整っていて、足も一緒なような気もするし、違うような気もする。何も言わないように部屋の掃除もしてくれたり、洗濯物もしてくれる。何パターンかはあったりするんかな。お肉でも入れてから私の碗に入れてくれるんです。うん、なんか違う気がするね。何パターンかあるってことか。何言ってんのかわからないよ。幸せでラブラブって感じです。よかったよかった。君たちはまだあれでしょ、多分新婚よね。よかったよかった。誰かにめちゃくちゃ話したかったんやね。新しいものも見ると何でも欲しくなります。最近はなんかそうでもないな。食べ物もそうやし、服もそうやし。なんかいろいろとね、欲が。お、喧嘩？二組ぐらいおったりする、もしかして。あー、いるね。二組いるね。はい、黒影さん、入ります。わし、珍しく怒ってます。どうした、どっちとだ。ヨミさんと喧嘩しました。あー、ヨミさんか、なるほど。じゃあユニポンちゃんは誰と喧嘩したのやろ。仲直りしてください。いや、このイライラも沈めてください。いや、黒影さん見事に超大好物大好物出てないんやね。え、何それ、そんなに意外なものなんかな。はい、ぜんざいどうぞ。で、レベル52でさ、もう苦手、超苦手は出とんのに、かたくなに好物が出てこねえ。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。怒ってるよ怒ってるよ。いい感じにちっちゃい子同士って感じ。どうでしょう。この間はごめんなさい。お願いします。こちらこそごめんなさい。よかった。どっちかというと帽子逆な気がするな、なんか。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。レベルアップ。それじゃあ帽子変えよっかな。じゃあしましまのファー。
ブロッシュ、ケーキ、シャンプーハット、ダブダブニット帽、チェックの帽子でどうぞ。帽子、チェックの帽子をプレゼントしました。いつもありがとうございます。なんかちょっと色味が、もうちょっと落ち着いた色味の方がいいな。お宝銀貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。実用品フライパンをもらいました。ありがとう。悲しい時も友達がいるから頑張れます。親友のライスちゃんもおるしね。あれ、奥さんメイちゃんやったっけ。だいぶ歴違くない。はい、それじゃあユニポンちゃんは誰と喧嘩したんだい。なんか全身同じ色やねん。どうしたどうしたどうした、切れてる。ね、ちょっとそろそろあのユウトさんと結婚しません。まあとりあえず仲直りってことでね。ここもそろそろ、うん、結婚していいと思うんだ。じゃあちょっとミートボールで、ミートボール、ミートボール、ミートボール、どうぞ。いただきます。はいはい、どうすか。いいね、ご機嫌めちゃくちゃご機嫌で、この統一感いいね、全身の。大好物だったようです。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。苦手がゴーヤで超苦手が天丼。なんで超苦手なんやろ。ゴーヤはまあわかるとして。この間はごめんなさい。な、仲直り。こちらこそごめんなさい。おお、よかった。うまくいきました。やったね。ありがとうございます。仲直りできました。よかったです。おお、レベル。レベル70ぴったり。よし、それじゃあちょっと統一感があっていいって言ったばっかりやけど服を変えていこうかな。ツイードワンピース、全然統一感ないけど、まあ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 、服、ツイードワンピースをプレゼントしました。いつもありがとうございます。足元紫やけ、私からのお返しですだから金貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。ふいふい。実用品旅行券をもらいました。ありがとう。喧嘩してる人も見ると悲しくなります。まあ私もしちゃうんですが、ですよね。いや、さっきまでしてたしね悲しくなるって言われても自分だよ。はい、ちょっとそれじゃあ、あ、みんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって、じゃん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 。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。そしてミニュース見てこう。感じになりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。お笑いコンビの頂点を決めるミーお笑いグランプリが本日開催されます。ほう、アユナテレビ主催のミーお笑いグランプリは今年で9回目。あれか、ミーお笑いグランプリって略したら M1 になるってこと。7組がお笑いの技を競います。ん、予選ではあまりの強さに失神する大役も出たという若手お笑いコンビ、ワンはなかった気がするな今。2000年問題のアツスカさんと若木さんは本番はもっと面白いネタでいく、島中の人が笑いすぎで入院するかも、怖い、熱く語っていました怖すぎる。マシのミーに聞きました。入院まで行ったらやられたって感じですよね。いろいろと勉強になるニュースです。うんうん、お笑いの勉強をしてるのかい。松井がお伝えしました。ありがとう。
なんかイベントがめちゃくちゃいっぱい。ここカメラマンか。友達クエストの、お、男子会。知ってる？集まってるね。女子たちってこの店で女子会やってんだって。でも女子会ってよく聞くけど、男子会ってあんま聞かんよね。参加したい参加したいか。どうすればもっと頭が良くなるかな。男子が思いよる女子会と女子の思いよる女子会って全然違う気がするけどね。今のままで十分じゃない。割とね、怖い感じするよね。いや楽しいんやけどね、本人らは。記録出したんだ。私30飛びの最高記録出した。すごい。僕40飛びできるよ。もはやどういう飛びブーム渡ったよあっという間に去った今。うわー、空気読んでくれ。どうやったら上手くなるのかな。その話がしたかったのね。上手い人に教わったら練習あるのに。人からや、人から。そうそうそう、ほらカラオケ店の店員さん、人からとか別に気にせんっていうし。謎の話し声が聞こえたんだけど、それ私も聞いたかも。え、あの夜中に聞こえた音。どんだけ部屋の音聞こえるの、他のもん、他の部屋に。嫌すぎるやん、壁薄すぎるやろ。かき氷クエストっていうゲームが面白くってさ。かき氷クエスト、そんなゲーム初めて聞いた。いいな、やらせてよ。あれ最高だよね。知っとんや。え、本当に知ってる？変身する単語のかけらとか。なんかすごいね、最後にちょっとシーンっていう空気を作ってから自分の話題にするっていう力技が。実はないんじゃない、かき氷クエストとか。はい、そしてゼロさん入ります。一緒に遊びませんか。遊びましょう、遊びましょう。共通点クイズ、2人のみの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。共通点クイズ第1問。第1問、ユニコーンとヨウコは同じ性格である。待って、ヨウコちゃんがよくわからないわ。いいえ。答えはいいえでした。おお、全然違うね。共通点クイズ第2問。第2問、デデン。アッサンとカナは同じ誕生日である。違うんじゃない。いいえ。答えはいいえでした。シルエットが一緒だな。10月と12月。最終問題。デデン。メイちゃんとアスムは友達である。メイちゃん友達なような気も。はい、答えはあ、よかったよかった、つながっとるよね、さすがに。おめでとうございます。ありがとう、よかった。今回結構悩んだよ。このトモコレを映す頻度が落ちてきとるけんさ、みんなの記憶が曖昧に。一番小さいのお宝、懐中電灯をもらいました。ありがとう。いつまでもリョタと友達でいたいです。リョタくん、リョタくん、え、親子関係ちょっとぎこちないけど大丈夫？親友のキャンディーさんもなんか若干ちょっと微妙にまあがついとるけど。で、リョタくん、リョタくん、どこ、え、どこ、え、どこ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 、え、いる？りょうりょうさん、え、おらんくない？え、おらんくない？りょうたくん、え、りょうたくんの話しよったよね、今違った？え、うん？あ、おった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 、まあ楽しい。そんななんかすごい微妙な位置におらんかと思ったやん、位置が微妙すぎて。あ、でもあれやね、はるちゃんへの信頼はすごいね。かけがえのない人、よき。はい、カレーパンどうぞ。もうちょっと上の方の友達のことをね、触れてあげればいいのに結構美味しかった、よかったよかった。ほい、ということで
最近ハートが全然ないな。そろそろユニポンちゃんに結婚していただきたいんやけど、私は。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、そろそろなんかこうね、人間関係が動いていただきたいわ。私が見てない間とかに動いてないかな。